FM 西東京です。音楽の途中ですが、ただいま強い揺れを感じています。皆様冷静に対応してください。まずは身を守ってください。皆さん、現在大きな揺れを感じています。まずは皆さん、地震の身の安全を図って。災害時の避難誘導と情報共有に大きな力を発揮する佐賀 D。 無線通話が可能で、暗闇でも光る LED ライトや災害放送を受信するための FM ラジオが搭載されているヘルメット型防災用ラジオ付き無線機。その取り扱い方法を見ていきましょう。はじめに電源の入れ方です。外付けバッテリーのコネクターを本体にカチッと音がするまで差し込んでください。外付けバッテリーの電源ボタンを長押しすると、バッテリーの青色 LED が点灯し、本体が作動可能な状態になります。バッテリーを接続した時点でヘッドライトボタンでライトのオン・オフが操作できます。次に電源ボタンを長押ししてください。電源が入りました。バッテリーの残量は 100%。 地震感知センサーを稼働します。電源が入るとインジケーターが緑色になり、自動的に地震感知モードが作動します。地震の揺れを感知すると、音声ガイドと同時に警報音が鳴ります。地震が感知されました。この時後ろの赤色 LED が点滅しますので、暗闇でも容易にどこにあるかが分かります。地震感知モードは10分間作動するように設定されていますが、解除するときはモード変換ボタン、または無線通信ボタン、いずれかを押すと途中で停止し、無線機モードに自動的に切り替わります。地震感知を解除します。無線機モードに転換します。1チャンネル。この時インジケーターは緑色のままです。チャンネルは全部で20、すなわち20のグループ設定が可能です。他のグループとの混信を避け、同じグループ内でのみ通信することができます。チャンネルごとの通信可能台数の制限もありません。送信者の声は同じチャンネルのグループ受信者全員が同時に聞くことができます。ただし同時に複数の人が送信することはできません。ヘルメットにはマイク、スピーカーが装備されています。通信するときは送信者は無線通信ボタンを押したまま喋ります。このときインジケーターは赤色に変わります。モード変換ボタンを押すと FM ラジオに変換され、インジケーターが青色に変わります。ラジオモードに転換されます。76。プラスマイナスボタンを押すと音声ガイドで 0.1 メガヘルツごとに順次選曲ができます。76.1、76.2、ポイント8。音量は無線機、ラジオともにモード変換ボタンを押したまま、プラスマイナスボタンを押して5段階に調節ができます。3 2 1。ラジオを聞いていても無線通信ボタンを押せば通信ができます。通信が終わると5秒後に
自動的にラジオに切り替わりますので、災害時にはラジオからの情報を聞きながらグループ内での相互無線通信が可能です。ヘルメット型防災用ラジオ付き無線機サガ D はおよそ 600g と軽量で、長時間の装着でも体に負担がかかりません。機器本体並びにバッテリーともに使用基準を満たす衝撃吸収性能、耐貫通性能、落下強度並びに防水防塵を有しています。ヘッドライトは 0.5W、 照射角は15度です。無線機は通信半径は周辺環境により異なりますが、目安として平野部で 2km、 市街地で 300m、 建物内では 100m です。 FM ラジオは世界標準周波数帯 76.0 から 108.0MHz をカバーしています。バッテリーは連続作動時間がヘッドライトのみ使用で38時間、ラジオのみで90時間、無線機のみでは52時間です。バッテリーは残量 5% で自動的にオフとなり、交流電源から 2.5 時間でフル充電となります。普段はバッテリーを充電器に接続し、バッテリーおよび本体の電源をオンにして地震感知センサーを作動させておくことを推奨します。私たちは東日本大震災から正確な情報の入手と適切な状況判断の重要性を改めて学びました。このサガ D はきめ細かな地域情報を発信し続けたコミュニティ FM が減災に大きく貢献した役割を踏まえ、韓国の大手通信および LED 関連機器メーカーである KMW 社により開発製造されたヘルメット型防災用ラジオ付き無線機です。災害時のみならず平常時においてもヘルメット、ヘッドライト、ラジオ、無線機としてそれぞれの機能を単独もしくは組み合わせにより常に活用することができます。こうしたサガ D の開発理念および機能は世界的にも高い評価を受け、この度世界工業デザイン界でのオスカー賞とも称されるドイツ IF デザイン賞を受賞しています。